東海出し TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今回は UAE アラブ首長国連邦での動画です。ドバイまでエミレーツ航空を利用した場合、ドバイから 150km 離れた場所にあるアブダビまでエミレーツ航空の無料バスが使えますので、そのバスに乗った時の動画です。車横が空いてる、あれなんて車なんだ、なんか日本でも見たことがある気がするけど、横が空いてるやろ。はい、ドバイ着きました。両替とSIM買ってこれからバスに向かってきます。ドバイはですね、2011年の12月なんかパスポートを見て、過去のパスポートを見て調べたんですよ。そしたら2011年の12月下旬にですね、なんか2日間滞在したみたいです。なんとなくというか割ときちんと覚えております。はい、あれはでもどこに行くためにその2日間滞在したかちょっと忘れちゃったけど、ドバイに来たみたいです。でエミレーツ航空には今回乗ったのが初めてなんで、多分なんか何なんだろう、よくわかんないけど来たんだと思います。エミレーツバスでおそらくアブダビに行くんだと思います。ちょっとこのエミレーツ、このドバイからアブダビまではエミレーツ航空で来た場合、そのエミレーツ航空のバスで行くことができるんです。で24時間以内の乗り継ぎだったらこのバスが使えるみたいなんです。まあ、帰りも一緒です。24時間以内にエミレーツ航空に乗るんであればエミレーツ航空のこのバスに乗ってアブダビまで行ってるみたいです。で今回は7007便というバスで、日本で予約するときにですね、アブダビじゃなくてエミレーツ航空のサイトからもう買うような感じで買いました。でも多分そんな値段はかかってないです。で今回は10時出発の12時10分アブダビ着とのことです。じゃあ行ってみたいと思います。なんか特にイチケットとか印刷してこなかったんだけど、どうなんでしょうか、乗れるんでしょうか。ちょっと今混んでますけども、この受付をして乗っていきたいと思います。でもこれで行ければ便利です。エミレーツ航空というとエアバス380の飛行機がいっぱいありますが、このバスも A380-800 型機と書いてあります。それでは乗っていきたいと思います。後ろから入るパターンだ。おお。一番前行っていいのかな。これ多分日本から予約してなくて、日本というか航空券を買うときに予約してなくても乗れるんだと思います。でも予約しとかないと結構なんか待ってますね、手続きみたいな感じで。待ってます。予約をした方がいいかもしれない。私は日本でエミレーツ航空の日本の窓口に電話をして、最初はドバイまでのチケットしか買ってなかったので、アブダビまでのバスも追加してもらいました。そしたらこうちゃんと名前も書いてあったんでよかったです。そうなんで、このバスに一番最初に乗ったんで、ちょっといいのかどうなのか分かんないですけど、一番前に座ってしまいました。なかなか景色も良くて楽しそうです。じゃあ楽しみたいと思います。時間になったようですので出発していきました。この後バスは2時間15分くらい走りまして、ここ UAE アラブ首長国連邦のドバイ国際空港からアブダビ方面へ向かっていきます。10時8分出発しました。ちょっと遅れたみたいですが、でも出発してます。この空港、ドバイ国際空港からドバイ市内に行く場合はメトロなどが走っておりますので、簡単に市内に行くことができます。また配車アプリ Uber などを使ったりタクシーでも簡単に行くことができますので、市内へのアクセスはなかなか便利で、また手頃な値段で行くことができる空港のようです。すごい車窓の景色も綺麗です。花とかがこうやって埋められております。空港を後にしてアブダビに向かってます。街がすごい綺麗です。
速道路のジャンクションみたいなところに花がたくさん埋まってるんです。これすごいと思いますよ。だってこれだけの距離があるところに花を埋めてるという、この量もすごいし作用もすごいし、いや綺麗ですね。ジャンクションがすごい綺麗で、その先に見えてきたのはドバイの街のビル群です。高速道路上からはドバイの高層ビル群が目に入ってきます。画面真ん中右側に見えているあの鉛筆みたいな建物が世界一高い高層ビル、ブルジュ・ハリファーです。お、横に見えてきましたね、ブルジュ・ハリファーが。あれは明後日かな、明後日行きます。ブルジュ・ハリファーが真横に見えてきました。この建物以外にも大きくて特徴的な建物がたくさんあるんですが、こればかりが気になってしまいます。そうですね、この建物もスケルトンなのか建築中なのかわかりませんけど、これもまた綺麗な建物が建つんだと思います。この辺は発電所が多いんでしょうか、もうちょっと通り過ぎてしまいましたが、すんごい電線が多いです。電線見づらいかな。すごい電車多いですね。これね、レンタカー、いろんな国で運転してる人でもここで運転するのは大変だと思う。あの標識が読めないから、標識も時々アルファベットとか英語で書いてあるけど、ほとんど読めないからここは大変ですね。いやよくわかんないけど、すごい電線だよこれ。多分発電所があるんだろうね、この辺ね。電線が気になっておりましたが、ようやくここで、ね、なんか発電所らしきものが出てきました。場所と違うかもしれませんけど、ここにですね、電線が通っています。先はアブダビまでということで、特に街は抜けましたので、おそらくこの雰囲気が、景色がずっと続くものだと思います。この言葉が見えない、一応ローマ字も多少は書いてあるけど、アラビア文字が一番最初に出てくるので見づらいです。ドバイの街中を外れますと、あとはしばらくこの高速を走ってアブダビ方面にずっと向かっていくということになります。車窓もあまり変わったことはないんですが、でもなんか日頃見慣れない雰囲気の道路だったので、とても楽しく乗っていることができました。アブダビに近づいてくると、画面真ん中から右に見えているのがフェラーリワールドです。フェラーリの遊園地があるようでございまして、翌日の1月1日に行ってみました。この何もないところに道を作っているからできることなのだと思うのですが、この画面を見た感じ、片側6車線の道路になっていて、でその割にこの交通量ですから、すごい広々と走れているような感じなんではないでしょうか。海が見えてきました。今見えてる場所はアブダビの湾みたいになってますので、海という外海ではないかもしれませんが、その奥にあるのはペルシャ湾ということになります。アブダビの街は見えてきました。すごい綺麗です。アブダビの街に近づいてまいりました。今度はアブダビの大きな建物が見えてまいりました。ドバイの空港はエミレーツ航空のハブ空港ということになっているのですが、アブダビに来ると今度はエディハド航空のハブ空港ということで、この辺の上空にはエディハド航空の大きな飛行機 A380 型機の飛行機がたくさん走っておりました、飛んでおりました。でこの外の景色を見ていただきましょう。街中はこういった感じで綺麗になっております。海岸線では海水浴ができたりするようでございます。まもなくでアブダビのバス停に到着です。
飛行機を降りてスムーズに乗り換えができれば簡単にアブダビまで来ることができて、なかなかいいバスです。でバスの中には大型の荷物を乗せるスペースもあります。でも普通の席もいいね。こうやってフットレストとか、あとこのテーブルみたいのがあったりしてるみたいです。多分ここにエミレーツ航空のオフィスがあるんだ。はい、到着しました。ドバイからアブダビまでバスで来ました。ちょうど2時間10分でした。大晦日の日に日本からドバイに来て、でドバイからアブダビまでバスで来たという感じです。